労働日記、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 アルファ。ブルーラインの労働日記アルファ、大集合参戦です。以下の注意事項が守れない方はブラウザーを閉じてください。読めない方はお家の人に読んでもらいましょう。労働日記始まったよ。上本派前回の労働日記で3代目3000Sを引退させるとか言いつつ、今回も普通に仕事させやがって、上本派嘘つきだ、いい加減にしろ。前回の労働日記リエラル派3代目が引退したせいで俺が数年ぶりに出演する羽目になった。なんで数年ぶりに労働日記に出演させられたのかと思ったらそういう理由だったのか。君たち俺のことを忘れるなよ。俺は初代3000Sだ。こんな感じで7年前波長適当な改造だったけど、車体を何度かリニューアルして現在の顔になった。初代 3000S 派何度同じ車両を成形したことか。あ、ちなみに中間車と交尾車派廃車済み、先頭だけ保存されたって感じ。肝心な4代目 3000S 派いつになったら出てくるんだ。やっぱり上本派嘘つきだったのか。4代目なんて本当は作られてないんだろ。まもなく1番線に快速湘南台行きの電車が到着します。4台目来るのか。黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。4台目 3000S です。よろしく。俺が今日から新しい 3000S として活躍します。なんかドアチャイムタイム700系だったけど気のせいか。上本がふざけて、ドアチャイム変えて遊んでるだけだろ。わあ、4代目 3000S だー。僕もちなみに4代目4代目。昔の3代派悪いことして逮捕されてる様。わあ、昔の 3000S だー。懐かしい懐かしい。僕は昔、浦和にその駅で線路に入ったら、おまわりさんに捕まった。今日は仮釈放。仮釈放終わったら刑務所に帰らなきゃいけない。嫌だ。僕はバスで暴走運転したらおまわりさんに捕まった。しゃぶしゃぶ、やめたのになんで、捕まるの。おかしい。仮釈放終わったら帰りたくない。僕は脱獄なんてしてない。悪いことしたのは2代目なのに、僕が捕まるなんて、おかしい。バスで信号無視、しただけなのに、逮捕なんて、おかしい。元上本バスの社長の弟も4代目だったのか。あいつ悪いことして何回逮捕されてるんだよ。話変わるけどさ、4代目 3000S について自己紹介してくれるかな。4代目 3000S 派側面がプラ板でフルスクラッチで作られているのと、テールライトがちゃんと点灯する仕様に作られるなど細かい改造が施されているのが特徴です。すごい豪華に作られてるな。4代目 3000S としてこれから頑張ってね。俺は定年退職したし、老後はのんびり過ごすことにするわ。そろそろ発車時刻だ。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。当駅で、快速の待ち合わせか。そういえば、3000S のやつ、そろそろ4代目に変わるとか言っとったな。次の快速が確か、3000S やったような。快速、電車が到着します。ドアの前を広く開けてお待ちください。いいし、運転しやすいわ。新車派最高だね。そういえば321系も2代目だったよな。なんだかんだで労働日記に出てる車両初代から変わってないやつほとんどいないよな。せやで俺は2代目321系やで、初代のやつ207系の体質改善車に改造するとか言うて、未だに放置されとるな。初代から変わってないやつ、ほとんどいないな。313系だって、リアル化改造されて2代目だし。E233 系東海道線に限ってハ2代目で済み壊されてしまったな。あいつは帰ってくるんだろうか。そろそろ発車時刻だ。じゃあな。前が閉まります。ご注意ください。
に綾瀬市駅に来たわね。ここは東京都足立区綾瀬だと思って勘違いしてる人いそうだから先に言っておくけど、この駅は神奈川県綾瀬市にあるのよね。まあ架空の駅だから本当の神奈川県綾瀬市には鉄道の駅すらないけどね。まもなく列車が参ります。危険ですからホームの内側へお下がりください。久々の綾瀬市だな。この駅来たの久々だな。 3000S じゃん。いつの間にリニューアルされてたのね。私もリニューアルするとかいう噂あるけど、いつになるかわからないわね。 3000V のリニューアルはかなり先になりそうだって上本が言ってたね。それより 3000M 作るとかどうとか上本が言ってたな。そろそろ発車時刻だからまた今度ね。列車が参ります。危険ですから、ホームの内側へお下がりください。お疲れ様。3000Sもリニューアルされたんだね。3000Aはリニューアルされて快適になったよ。3000Sもリニューアルされたよ。わーい、新しい 3000S だ。楽しい楽しい。伊勢崎町まで乗るぞ乗るぞ。なんか後ろの方に機器台乗ってるけど、まあいいか。そろそろ発車時刻だ。わーい、地下鉄楽しい楽しい。地下鉄だけど地上走ってる。ダサいダサい。ご乗車ありがとうございました。終点伊勢崎町です。わーい、久々の伊勢崎町だ。アンパンのおじさんに会いたい、会いたい。早く高級しゃぶしゃぶ食べたい、食べたい。ご注意ください。この駅で20年前嫌なことあったこと思い出した、思い出した。なんだろう急に、悲しくなってきた、悲しくなってきた。悲しいから、アンパンのおじさんに会いに行く、会いに行く。終電まで運用あるのか。初日から運用辛すぎる。早く俺も引退して、早く5代目 3000S 作ってくれ。まもなく下飯田、下飯田、お出口は右側です。開くドアにご注意ください。